ピッチは降り続く雨を受け止めています。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。両チームピッチに散りました。さあ、キックオフです。これは危ない。バートレット、キラーパスになるのか。さあ、ここからどう攻める。中へ上げた、シュート。どうして外せるの。フォーチュン、合わせた。グロムハム、見たか、ゴール。スロー VTR でご覧ください。左に、イッサ、出た。これはコーナーキック。バレル、イッサ、これはファールです。これはファールです。フォンク、バックレイ、ナイスファイト。走り込んできた。おっと、オフサイド。ちょっと飛び出しが早かったですね。グロムハム、おっと、前半終了の笛です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ、中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ、後半戦キックオフです。
ト。コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。合わせた。後半10分経過。バートレット、カーネル、出た。バートレット、交代選手がウォーミングアップを始めたようです。キラーパスになるのか。さあここからどう攻める。中へ上げる、ヘッドパス、シュート、キーパーこぼした。スペースを使う。おっと、選手の交代が行われる模様です。ヘッド、スローインです。ムンゴメン、ノムベテ、ムンゴメン、ファーサイドに上げた。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。耐え抜いた末の貴重な一点で勝利を得ました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。